ホラー、ホラーゲームでしょうか。誰か、あれ、いつも二人で実況だと思ってたんだけどな。困ったな。あ、なんだこれ。いつもと違うね。見下ろし型っていうのかな。テレビ、ロックされてそうなクローゼット。で、扉があるようですが、外には出られない。こういうタイプのホラゲって面白いんだろうか。いつも 3D 系のゲームばっかりだからわかんないね。ああ、パスワードいるのか。小さな部屋だから見つけられるとは思うんだけど。ここ?ないかな。ふーむ、左下の1985。これくらいしか数字が見当たらないから、これを入力してみるよ。1、9、8、5。やったね。簡単なロックだったよ。シートの下に答えが隠されてる?え?な、なに?え、これゲームオーバー?じゃ、ない。これで進んだのかな?さっきのは夢だったとか。どうなんでしょう。誰か、そうだよ、とか言ってください。一人じゃ心細いです。もうパソコンは使えないみたい。シートの下に何かあるっていうのは。シートって言うと、この部屋では、このソファーのことだよね。鍵だ。多分、扉のじゃなくって。ここの鍵だと思うんだ。こっちこっち。ここ。待ってよ。見下ろしタイプのホラゲって普通に怖いじゃん。どうして女性のすすり泣く声が聞こえてくるの?テレビは特に変化なし。ああ、扉がちょっと動いてる。えい!あ、よかった。何にもなさそう。あ、誰か来た。誰か入ってきた。座ってる!ああ、やだー。動かないで、動かないで。お、お願い。絶対動かないで。この部屋あげる。あんたにあげる。くつろいでていいから。扉の鍵を拾った。あいつが動かなければ、脱出できるかも。これは、鍵を拾うときにちょっとビビらせようって動きだね。それに、これ以上手を出してくる気配もないし。よし、行こう。やっぱりダメ。そして目が覚める。部屋はどんどん暗くなっていく。ライトセーバー拾った。ん?なんだか、天井の光が見えるような。ボックスキー。鍵のかかった箱なんて見てないな。それに、あいつは、もうどこかに行った。毎回目が覚めるところから再スタートするけど、悪夢を見てるのかな。その悪夢から、ずっと目が覚めないとか。ああ、これかな。ビデオテープ。テレビのところで再生できるかな?このゲームは、特にストーリー的な要素はなさそうだよね。何も考えなくていいのは楽なんだけど、結構びっくりしちゃう。どうした?わあ!やめなさーい!ビデオテープを見たら、おかしくなっちゃいました。いよいよ訳がわからないお部屋になってきたね。テレビに囲まれてる。真ん中のこれは?時計回りの逆向きに、バツ印。何かのヒントだとして、この部屋でできること。あ、さっきの紙に書いてた順でテレビを消すとか。適当に、ここから順番に回っていこうかな。あれ?違った。でもそういうことだと思うんだけどな。あ、わかったよ。この大きいテレビを最後に消せばいいんじゃない?うんうん、
さっきみたいにリセットされないところを見ると、これで合ってると思う。さて、どうなりますか？ああ、終わったー。よかった。まあ、デモ版だからね。短いんだけど、結構テンポよく遊べたし、グラフィックや演出も悪くないよね。製品版が出たら。あかねちゃんか誰かにやってもらいましょう。ね。はい、それでは。てかこの手気持ち悪いな。